ロールした今。まあでもナイス。うん、うまい、いいんじゃないこれも。転がって上に登って、この上に行かない、ね、あそこがちょうど境目。大丈夫、超える。超えた、ナイス。ナイスオン。ありさちゃんはなんでインスタグラムを始めたんですか？インスタグラムは、うん、なんかこれもお母さんに教えてもらったんですけど。てかお母さん情報めっちゃ持ってますね。心ちゃんのインスタを教えてもらって、うんうん、なんかこういう。ゴルフを発信している、うんうん、なんかこういう可愛い子がいるんだよっていうことを教えてもらって、そうそうそう、そうなんですか。それでそう始めた。だからそれまではあのまた別のインスタをやってたんだけど、うんうん、それはモデルとかをやってた時にそのお仕事のこととかをアップしてたんだけど、じゃあゴルフ専用はゴルフを始めるようになって、で心ちゃんとかをね、すごいそういうなんか若くて可愛い子がいるからそういうのやったらみたいな。おでも距離感は悪くないです。段の下からのパットは難しい。さあ、アリサちゃんの表情をね、表情重視で。おー、いいんじゃない、いいんじゃない。意外とね、転がんない下りだね。ナイス。一人だけ素直にパターを入れています。ナイスナイスボギー。ありがとうございます。打っちゃダメで。あ、はい、今日はね、キャディーさんの的確なアドバイスがいい感じですよ。よいしょ。今前から撮りたかった。忘れてた、前から撮るの。お、いいよ、ナイス。弾きが良い。弾いてるし、うん、弾いてる。ちょっと今右肩、右肩出た、思う、あ、行っちゃったか、落ちたか、行ったかですね。行ったか、はい。まあ、前ありますね。一応前はあります。はい。インスタの動画を撮っているじゅんちゃん。ナイスショー。あった？あった。残念。めっちゃ飛んだけどね。うん。悔しいんだか飛んでった。右の方。右。でも安全です。安全、安排。ここら辺で。うん、いい、超える。ナイス、ナイスオンです。バンカーの右上からドロー。おー、いいんじゃない。やっぱちょっと握れるよね。ナイス。
バンカーの上からフェード。前からそこまで攻めれなかった、うん、狭かった、うん、ほらそうね、見た目がね、そうそう、確かに左を引っ掛けたら最悪だから、一番最悪のミスはないからいいんじゃないですか、ね、ないからね。クラブね、5-2、5-8から5-2にね、なるほど、変えた、ビビってた、ナイス選択だね、やばい、あ、ナイス、ナイスパー、やばいって言わなきゃ、帯、帯、あ、そっか、帯パン、ナイスパー、やばいって思ったもん、どっか行っちゃうって思った、さすが、いい、来た、うまい、ナイス、OK、ピンありがとうございます。いいんじゃない、今完璧、ナイスショー、うん、うん、いいんじゃない、ナイスショー、やばいか、大丈夫です。大丈夫。ちょっと斜面の下の方で止まってるんですか。うん、いいんじゃない？どう？いい音したよ。あ、大丈夫です。やばい。すごい飛んでるよ。このさ、まだあるよね。あるある、まだまだ。前下がりで気をつけてることは何ですか。前下がりで気をつけてることは、うん、まあ、右に行きやすいので、うん、結構ね、振り方を変えて、なんだろう、外から。こんな感じ。うん、こんな感じらしいです。結構前下がってますよ、これ。45度ぐらい。うん、おー、いいんじゃない？そう。ナイス。素晴らしい。またむずいっすよ。ともみさん、これ意識してることなんですか？左下がりなんで、フォローを長く目に取るように。はい。いいですよ、これも浮かせる必要ないですもんね。ナイス。お、いいよ。それは得意の？それ得意の5番アウト？うわー、よく打ったね、ラフから。はい、そう。やっぱ取られてるとね。はい、緊張して打てなくなっちゃう。今こっそり取ったから。クラブハウスが綺麗です。4月4日に千葉ゴルフトーナメントがあり、そこでキャディをしました。成田コースです。80ヤードピッチングで出た、出たピッチング、うわー、わー、珍しいね。どうしたの？いや、今めっちゃ上から来ちゃった、上から来ちゃった、シャンク上からやりすぎた。どうしよう。上からの早い、ね、早い。しかもエッジからすぐピン。そうだよね。うまいよ。強いよ。止まる止まる。スピンかかってるから。もうちょっと手前だった予定では。まあまあ。まあね。許容範囲。ああいう時開いとけば止まるね。ちょっとオーバーする。
よし、どうしたどうしたどうした、うまい、きた、ナイス、ナイスパー、ナイスパーです、きた、ナイス、克服克服、え、克服、いや、ちょっと短く持った、うん、あ、それいいかもよ、ね、うん、ランチです、何食べよう、何食べよう、何が欲しい、ここは月に1回メニューが変わるから結構もうね、う違うんですよ、もう結構何があるか分かんない、結構前に来たから、あ、そっか、何派ですか、お肉派ですか、野菜派ですか、お魚派ですか、本当かな、本当かな、麺類が多いかな、あ、じゃあ選びましょう、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。